マップスは、長谷川雄一の漫画作品、および、これを原作とした、OVA 作品、ライトノベル作品である。天使型宇宙船、リップミラー号とその分身である女性型ビメーダーの、リップミラクアイストであった、地球人の少年獣王西間玄が、宇宙に旅立ち、銀河系全域を舞台に、全宇宙の存亡をかけた壮大なスケールの冒険を、 繰り広げる通会娯ラックスペースオペラ漫画である。2007年1月より、ウェブコミック誌、フレックスカーミブラッドで、続編、マップスネクストシートが連載されている。本編全17巻、外伝、全2巻及び、ワイド版が刊行されている。いずれも、絶版となっているが、ワイド版以外は現在でも、比較的入手しやすい。本編第1巻のレーベル内通し番号は、 NC-001、つまり、ノーラコミックスの第1冊目である。なお、本編第1巻第5巻,巻の初期の版には、ISBN コードが付与されていない。本編外伝第2巻は、コミックノーラ1997年2月号7月号にかけて短期集中連載された、マップス調外伝をまとめたもの。ワイド版補足本編以外に、 次に挙げるものが収録されている。MF 文庫版にはいずれも収録されていない。全10巻。ノーラ版では番外編として扱われていた回も話数にカウントしたため、ノーラ版とは途中から話数の表記がずれている。外伝は第10巻に収録され、ノーラ版と異なり時系列順位に並べ替えられている。なお、第3巻の目次で、 アクト29が抜けているという構成ミスがあるが、アクト29自体は抜けなく収録されている。また、この版を定本とした、電子書籍の販売が、ヤフーコミックやイブックジャパンで行われている。愛蔵版、全録巻、台版、台湾版、韓国版が存在する。以降の文章における関数、話数の表記は特に断りのない限り、ノーラコミックス版に準じるものとする。 ある日地球に高層ビルをも上回る巨大な天使型宇宙船が現れた。ごく普通の高校生であった獣王西馬玄と君塚星美は宇宙船から現れた宇宙海賊カリオンと名乗る女性に宇宙船内に捕らえられてしまう。彼女が言うには玄はかつて全宇宙を放浪した民族、彷徨える星人の子孫で彼らが2万年前に地球に隠した秘宝、風幕 光のありかを示す人間地図であるというが、伝承773三狭く、後本作は大きく分けて、次のエピソードから構成されている。ノーラコミックス版と MF 文庫版の話数の表記は太字で示した回のカウントによって、それ以後の回でズレが生じている。総ページ数は本編が3572ページ、外伝が376ページ、 番外編と無番が33ページ、合計で4019ページである。マップスの登場人物を参照。機体概要リープタイプは、主人公、ゲンの登場する、ディップミラゴをはじめとした、本作において、最も中心的な役割を持つ、天使型宇宙船である。各機には、頭脳体と呼ばれる女性型ビメーダーが存在し、機体をコントロールする。船体と頭脳体は一体であり。 戦隊がダメージを受けると頭脳体も戦隊がダメージを受けた箇所にダメージを受ける。一体であるがゆえに戦隊に落書きをするといった程度のことでも頭脳体は非常にわずかながらダメージを受けてしまう。頭脳体が失われた場合は戦隊の再生装置から頭脳体が再生され戦隊が失われた場合は頭脳体が自分の戦隊を再建造するため 頭脳体と船体の両方が同時に失われない限り死ぬということはない。船体から頭脳体を再生した場合は船体に記録された機械的データ以外の記憶の引き継ぎはできない。ただし、そうなる前にバックアップを取っておけば、その限りではない。船体再建作りの際には、頭脳体がそれまでに得た新技術や身につけた戦法を盛り込んで改良を加えるため、 元は同一仕様だった機体は、遥かな年月を経て、各機ごとに全く別のものに文化進化している。基本的に、頭脳体の個性がそのまま船体の個性に反映されていると言ってよい。ネクストシートにおいて、主人公のナ,ナユー太は、翼の星に立ち並ぶリープタイプ大集合の様を見て、まるで板宇宙船だと感想を漏らしている。各機解説6人の幽霊船。 ニードルコレクションその他の鍛えた作品における類似のものリープタイプはアン・マキャフリーの歌う船シリーズの影響を受けていると言われている。宇宙船ではないが、本作と同じく、長谷川雄一の作品であるクロノアイズ、クロノアイズグランサーに登場するクロノダイバーも頭脳体が存在し、本体とリンクしているという設定であり、リープタイプと類似するものであると言える。 他の作者の作品で同様に宇宙船と同期する人型頭脳体という例としては天地無用の良好機、ロストユニバースのソードブレーカー、マサイの世界の星船、トラブル急行のチャイカ、青木鋼のアルペジオの霧の艦隊などがある。ビメーダーとは人造人間の一種で長谷川雄一による造語。書出は本作よりも少し前に発表され、ビメーダー P で 後の作品、クロノアイズクロノアイズグランサーにも登場する。遺伝子工学や人工知能の発達によって生まれた既存のロボットやクローンといった概念ではくくられない存在を表すための造語で、英語の BE メイドに認証を表す ER をつけた合成語。その基準は、その意識が人工的に作られたものか否かで、対義語はナチュラリアン。 マップスの作品世界の銀河では便利な道具として扱われており未確認中域側ではビメーダーたちの一部が集団脱走して独立国家を作ろうとしているソフトバンククリエイティブが文庫及びフレックスコミックスより発売されたマップス宇宙を題材としたシェアードワールド短編集各館とも表紙及び各小説扉は長谷川祐一が描き下ろしているまた 一部の登場キャラクターはマップスネクストシートに登場している。2008年2月発売。ISBN 978から47億9734万6192009年2月発売。タイトルがマップスシェアードワールドにとなっている。 ISBN 978から47億9735万27192009年6月にフレックスコミックスより発売。ISBN 978から4から7 9 7 3 5 5 0 0ロありがとうございます。